日本海側を中心に雨だけではなく雷や突風など激しい現象に注意が必要になりそうです。まずはいただいているリポートを見ていきましょう。こちら北海道阿寒郡の方からですが、いきなり豪レベルの降り方になったということで、かなりの降り方になってますよね。そうなんですよね、はい、こちらはまあ道東エリアなんですけれども、はい、雨雲がかなり発達をしております。でしかもこの後については、まあ、日本海側を中心に、前線に伴う雲が入ってきて、はい、大気の状態が非常に不安定となりそうなんですね。はい、そして現在の様子確認していきたいと思います。はい、まだ晴れてるところも多いでしょうか。そうなんですよ、はい、まあ、現在はこの東北ですとか東日本、あと近畿地方にかけてはまあよく晴れているんですけれども、はい、ここにあります雲の帯ありますね、うん、これが1本、これ前線に伴うものでして、はい、まあ、北海道ですとか、まあ、西日本のところどころに雨を降らせております。でこの後ろにさらに寒冷前線の本体がありまして、これがだんだん東に進んでくる、これが今日の流れとなります。はい、こういった雲は発達してるんでしょうか。そうなんですよ、はい、現在ね、雷をところどころで伴っております。はい、まだ海上主体なんですけれども、特にこの北陸の沖合、山陰の沖合は多発している状態でして、はい、まあ、前線のこの東進とともにこういったものが陸地に近づくということになりそうです。わかりました。では今後の雨雲の動きどうなっていくでしょうか。はい、動きご覧いただきますと、はい、このライン状の雲ですね、これが陸地の方にどんどん近づいていきます。特に大気の状態不安定なのが北陸ですとか東北の日本海側でして、雷、突風など要注意ということになります。また雨雲としては北日本や北陸だけではなく西日本にも流れ込む予想なんですけれども、はい、こちらは太平洋側の方まで降りてくる可能性があります。まあ、今降っております中国地方や九州以外にも、例えば今晴れている近畿の中部ですね、はい、京阪神などでも、特に夜にかけてはにわか雨の可能性ありと見ております。はい、ということでこの後の最新の情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧ください。